双極性障害を患っている場合、やはり子供を産むことはやめた方がいいのでしょうか？いや、全然やめた方がいいことはないですよ。ぜひお子さんは産みたいという気持ちが強ければ産んであげてください。事実ベースで言うとリスクは上がります。リスクは上がります。10人子供を産めばお一人ないしはお一人弱ぐらい双極性障害のお子さんが生まれる可能性はあります。10人産んで1人ですからね。うつ病になってから頭痛が四六時中するのですが、何か治す方法はないですか？はい、ありがとうございます。うつ病で頭痛がひどい場合ですけれども、うつ病の治療そのものをまずは優先するということと、もし抗うつ薬を選ぶのであればノルアドレナリン系統ですね。先ほどもちょっとお話ししたんですけど、痛みというのは比較的ノルアドレナリンというふうなものを増やしてあげると警戒しやすいことが多いというふうに言われているので、どちらかといえば SSRI と言われるセロトニン専用の薬よりもノルアドレナリンに作用をすることが多いようなお薬、例えばサインバルタとかイフェクサーとか、昔で言うとトリプタノールっていうね、三環系のお薬ですね。ちょっと古めのお薬を使うことが多かったんですけど、そういうふうな薬の選び方をしてみられると比較的痛みは良くなりやすいんじゃないかなっていうふうには言われていますよ。あと頭痛も基本的にはですね、いい時と悪い時というのがあると思うので、できれば頭痛日記というのをつけてみられて、どんな時にね頭痛が良くなってどんな時に悪くなるかっていうことを後から振り返れるようにしておかれると、良くなる要因悪くなる要因っていうふうなものが分析しやすいというか、どんな風にやったらいいのかなっていうことを考えやすくなるんじゃないかなと思うので、ネットなんかで落ちてますんでね、あとアプリでもあると思うので、頭痛日記なんかをつけてみられるといいかなというふうに思います。適応障害と診断されて4ヶ月目のものですと。通院服薬しながら働いています。働きながらなので治りが遅いのか分かりませんが、最初の診断通り適応障害なら一般的にどれぐらいで治るものなのでしょうか？はい、ありがとうございます。適応障害が治る治らないというのは、やっぱり環境の整備状況がどれぐらい進んでいるのかによって大きく違ってくると思いますね。適応障害が例えばその職場の適応の難しさによって起こったことなのであれば、正直職場の環境がほとんど改善されてないんであれば治るものも全然治らないですよね。極端な話、パワハラにあって結果的に適応障害で休んだ方がパワハラに遭い続ける状態で戻ってるんだったら良くなりようがないじゃないですか。なのですごく環境が良くなってて元のストレス源になってるような適応障害のね、発生源になっているようなストレス源というふうなものが解消されているのであれば、通常は半年以内に良くなるはずです。半年経っても環境が改善されていても良くならないようであれば、それは例えば不安障害とかうつ病とか永続するような長く永続って言う方が良くないな、半年以上長く続いた場合には適応障害以外の病名を新たにつけるというルールがあったりするので、基本は半年以内に環境が改善されたら治るはずだという考え方をしますね。私は双極性障害を持っていて、今は全く薬を飲んでいないのですが、やはり3ヶ月に1回ぐらい鬱が来ます。そろそろ子供が欲しいという気持ちがあるのですが、産前から産後鬱が怖いので、子供に悲しい思いをさせずに育ててあげられるか遺伝してしまうのではないかととても不安ですと。双極性障害を患っている場合、やはり子供を産むことはやめた方がいいのでしょうか？いや、全然やめた方がいいことはないですよ。ぜひお子さんは産みたいという気持ちが強ければ産んであげてください。事実ベースで言うとリスクは上がります。リスクは上がります。10人子供を産めばお一人ないしはお一人弱ぐらい双極性障害のお子さんが生まれる可能性はあります。10人産んで1人ですからね。なのでやたらとそれを過大評価する方おられるんですけど、産んでも1人か2人でしょう、多分。10人中9人は双極性障害遺伝しないんですよ。なので遺伝するっていうふうに思う必要はありません。ただ双極性障害を持ってらっしゃらない方に比べると遺伝率は上がります。双極性障害を持ってらっしゃらない方であれば100人産んで1人か2人なんでね、それに比べれば確かに増えるんですけど、それでもごくわずかな増加率なので、お子さんを産みたいというふうな気持ちが強いのであれば産まないという判断をするというのはちょっとね、判断的にはややまあビビりすぎではないかなと僕自身は思います。双極性障害のなりやすさというのは同時におそらく何らかのメリットを持って生まれてきている可能性は高いです。例えば環境の変化に敏感であったりとか、元気な時にすごくエネルギーを発揮しやすかったりとかね、そういうふうな、まあ、いわゆる発陽性性格っていうんですけど、そういうふうなものを受け継いでる可能性は高いとは思うんですけど、病気そのものを遺伝するとは限らないですよね。なので病気が遺伝するということを怖がられるというふうなことがあるのであれば、なるべく穏やかに
接してあげたりとか、ご自分自身が調子を一定化させていかれたりとかいうふうなことだけ心がけていかれたら、子供を産むこと自体をいきなりね、それだけで怖がる必要はないんじゃないかなというふうには思いますよ。気分変調症について教えてください。10月15日に福祉サービスを受けるために診断書を書いてもらった時に、病名欄がうつではなく気分変調症に変わっていました。ネットで医療サイト中心に調べて、うつほど気分の落ち込みがひどくなく、慢性的に長く続くのが気分変調症であり、うつとは別物だとありましたと。気分変調症はうつではないということなのでしょうか。診察では自然の流れに乗って徐々に回復してきているように見えると言われました。家にいると午前中は2時間ほどで疲れベッドに横になり、午後も同様で調子悪い時は終日ベッドということもありますと。今日も2時間ほど昼寝してしまいましたと。買い物もめんどくさくてコンビニで済ませていることが2週間続くこともありますと。予定がある日は外出プラスアルファのことをすることもできるため、ただ怠けているだけのような気がしてきました。気分変調症でも休業は必要なのでしょうか。ある病院のサイトでは気分変調症は休養から外れると書かれていましたと。体が求めるままにゆっくりすることが怠けのような気がしてきました。解説よろしくお願いします。はい、気分変調症に関してですよね。これね、いろいろとこう諸説あるんですよね。基本的にいろんな考え方があって、まあ、要は再発を繰り返して、でうつというほどの落ち込み方はしない、まあ、つまりその大うつ病って昔言われたほどの落ち込み方の重症度ではないんだけども、軽うつと正常気分というのをこう行ったり来たり行ったり来たりこう繰り返していると、そういう再発性があるもので、少し古い考え方ではうつ病として扱うよりもストレスに対して弱くて、ストレスに反応して起こるような神経症というか、まあそういうふうなものとして扱うのが妥当なんじゃないかというような考え方が昔はありました。ただ現実問題として、そういう気分変調症というふうにストレスに対して弱いというふうに言われている再発を繰り返すっていうふうな方の場合には、やっぱりその先ほどの双極性障害の仲間と見なした方がいいような方もおられたりするので、古い考え方ではね、どちらかというとちょっとこう語弊があるんですけど、お休みはほどほどにしてストレスに対して強くなるようにそれなりにこう心を鍛えた方がいいんじゃないかみたいな考え方があったんですが、最近はほぼほぼうつ病から双極性障害に近いような扱い方をしていって、ただストレスに対しての脆弱性、弱さ、脆さというのはあるので、同時にストレスに対する耐性というふうなものを高めるような精神療法とかっていうふうなこともやっていった方がいいんじゃないかっていうぐらいの考え方だと思います。やっぱりそれなりにしんどい状態の時には休養は必要になると思いますし、状況によってはね、お薬をそれなりにしっかり使った方がいいことというのもありますし、よくよく状態図を見ていくと双極性障害の治療のようなものにスライドした方がいいっていうふうなことも結構あるんじゃないかなというふうには思いますよ。